はい、アローズ第二スタジオから岩本がお送りいたします。本日こちらには東証マザーズに外国株として上場しましたアキセラインクの会長社長兼 CEO 久保田亮さんにおいでいただいています。久保田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。公開価格1800円、初値2300円ですかね。 27% 上昇、マーケットの期待がかなり高いようですよ。いかがですか。いや、大変身の引き締まる思いをいたしております。アキセラインク、マザーズ上場なんですけども、外国株式、アメリカに本社のある会社ということですよね。はい、そこら辺アメリカで起業なさった、なんかそこら辺の経緯をまず。そうですね、私は慶応大学医学部を卒業いたしまして、はい、眼科医をやっておりました関係で、毎日やはり治療法が全くない患者さんを診察する機会がございました。でそれをですね、経験して、何かやっぱり自分は新しい薬を作ることによって眼科医療に貢献できないかということで、研究を中心とする眼科医に軸足を移しまして、その経緯として緑内障の原因遺伝子を前職で発見させていただくことができまして、それをきっかけとして米国ワシントン大学に招聘いただいて、そちらでさらに研究を続けることになった。でそのお膝元のシアトルで起業するに至ったということでございます。まあ、医学医療の領域というのは、国境ないですからね。そうですね、医薬品とか病気には国境がございませんので、そういった意味では我々は米国を拠点といたしておりますけれども、世界中の患者さんに医薬品を届けることを目標として会社運営をいたしております。ああそうですか。はい、まずですね、そのアキセラインクの事業内容、今どんなことをやってらっしゃるのか、そのところをご紹介ください。はい、じゃあ次のスライドにしていただきまして、我々はですね、蛍光剤による、網膜の治療薬ということで、ビジュアルサイクルモジュレーター、視覚サイクルモジュレーターエミキススタットエンサイエンというのを開発しているということでございます。でこの化合物というのは我々が独自で発見して開発した化合物でございまして、 FDA が認可する初のですね、地図上移植を伴うドライ型加齢黄斑変性の治療薬となる候補化合物であるということでございます。で2010年の3月にはですね、 FDA からファストトラックという優先開発品目に認定をいただきまして、すでに5件の臨床試験、フェーズ1試験および1件のですね、フェーズ2A 試験を終了いたしておりまして、昨年の2月には、最終フェーズであります臨床第2フェーズ2B3 試験を開始したということでございます。これはもう最終段階に入りつつあるというふうに考えていいんですか。そうですね、これはもう我々が行っているレジストレーショントライアルと申しまして、最終的に認可に必要なデータを貯めている試験でございます。あ、そういうことですね。はい、かなりいいところまでも来ているということでしょうね。事業としてみなさん、そうですね、本当に薬剤の開発というのは時間がかかるんですけれども、なんとかここまでこぎつけてきたということでございます。あ、そうですか。そして、さらにですね、経営者の目から見て、そのアキセラインクの強みといった点、ちょっとご紹介いただけますか。はい、じゃあ次のスライドお願いいたします。我々の目指しておりますのは眼科市場ということでございまして、眼科領域におきましてはまだまだですね、治療薬が存在しないアンメットメディカルニーズといったような疾患がたくさん残っているんですね。大手製薬企業も癌ですとか糖尿病、高血圧というのはたくさんの会社が新薬を開発しているんですけれども、まだまだ眼科領域の場合はそれほど新しい化合物の開発が積極的に行われていなかったということで、我々のようなベンチャー企業にも十分チャンスがあるという市場であるということでございます。それで今後ですね、年間平均成長率が約 3% 6% ごめんなさいで、成長するということが予測されておりまして、これは医薬品平均成長率が大体 3% と言われておりますので、眼科領域は倍のスピードでですね、成長するということが期待されている。それだけ成長余力がすごく多い。でその中でも我々は網膜とか緑内障という目の後ろの部分、抗眼部の治療薬を持っているということですね。こちらのグラフを見ていただきますと、2011年、この紫色の部分、これ網膜疾患ですけれども、この伸び率が非常に大きいということがご覧いただけると思いますので、我々が持っているその製品群というのは最も成長性の高い、眼科領域の中でも成長性の高い網膜緑内障疾患に焦点を今当てているということでございます。ああそうですか。網膜疾患の時ですと12年間で倍
の倍以上にこれは伸びるということですね。はい、そうです。市場自体が、まあ、倍に伸びているところ、網膜は、まあ、3倍ぐらいに伸びているということですから、そういった意味では網膜疾患というのは今後非常に成長していくことが期待されているということでございま す, そ, す、ね、それが弊社の強みでございます。そのマーケットの中で御社はどういうふうに切り込んでいくかというところなんですけどね。そうですね、じゃあその次のスライドを、お願いいたします。これが我々のパイプラインですけれども、まず、これだけ多くの、パイプラインを持っているということが一つの特徴でございまして、またもう一点の特徴は我々その最終フェーズですね、第33層臨床試験に入っている化合物を持っているということも我々の特徴でございます。で、これら の, あの化合物の一番この最初に開発しているのは加齢黄斑変性という病気ですけれども、うん、これはですね、中心部の視力がどんどん低下することによって、まあ、視力が低下していく非常に重篤な失明に至る疾患でありまして、うん、欧米諸国では失明原因の第1位になっている病気でございます。あ、そうですか。全世界に、はい、まあ、あの1億3000万人ぐらいの患者さんがいらっしゃいまして、そういう意味ではあの非常にあの大きなですね、あの病気だということでございます。で、この病気 の, あの、まあ、治療薬に関しまして経口剤によって我々は、開発を進めているということでございます。まあ、あの最終的なあの試験といたしましてやっているのは2年間の試験ですけれども、12ヶ月と24ヶ月において、まあ、データを解析いたしまして、それで、まあ、あの最終的に FDA に申請していきたいということを考えているわけでございます。まあ、現在までにあの約ですね、もう半数以上のも患者さんを登録したということを発表させていただいているんですけれども、うん、はい、これはあの通常の開発、この網膜の領域の治療薬の開発スピードの中ではですね、ダントツで速い倍ぐらいのスピードで進んでいるということが、まあ、言われているんですけれども、これはやはりあのひとえにそのドクターとか患者さんのやはりあのすごくまあ信任があって、そういうことですね。この薬をぜひ試したいという方が非常に多いということの表れではないかというふうに我々は考えている次第でございます。それはやっぱり FDA のファストトラック指定というのもそういう背景があるからですね。その通りですね。やはり FDA もそういう状況を勘案して、まあ、これは優先的に開発してほしいということを、まあ、認定いただいたんだと思います。あの順調ならば臨床試験はどこで終わるんですか。大体大体ですね、この最終的なこの、あの臨床試験というのは、まあ、あのフェーズ3の段階で、まあ、場合によってはですけれども非常に直行した場合は12ヶ月でその例えばそのいいデータが出るということがございますけれども、我々も、まあ、パートナー企業の、まあ、賛同を得られればですね、そういうものを申請していく可能性もあるということでございます。そういうことですか。はい、わかりました。まあ、これが一番の大きな期待の、そうですね、まあ、この加齢黄斑変性ってよく知られている病気なんですけれども、あの一番大事なのは我々ドライ型というものにあの対象いたしておりまして、まあ、全世界にこの1億3000万人ぐらいの患者さんがいらっしゃるんですけれども、90% の方がドライ型なんですね。あとは 10% はウェット型というんですか。昨今ウェット型っていうのはあって、それはあの注射剤が一部抗 VGF 製剤というのが認可されておりますけれども、 その薬でもまああの世界で4000億とかぐらいの売り上げている薬もあるぐらいですけれども、そちらの薬はやっぱり 10% しか効果がないものですから、我々はまああの大きなマーケットを目指してドライ型、ドライ型の有効薬というのはまだないない。でしかもウェット型っていうのはドライ型があった後にウェット型になりますから、ドライ型で治療してしまえば理論的にはウェット型っていうのはもう起こらなくなるということを我々目指しているわけであります。ファーストチョイスなんですね。そういうことですね。はい、わかりました。かなり お話ですと大きくなりそうだなという感じはするんですけども。そうですね、その他はまあ簡単に言えばこう糖尿病性の網膜症とかっていうところまでも先は考えてらっしゃるんです ね, ですね。我々次には糖尿病性網膜症、あるいはスターガート病網膜先生未熟順網膜症といったものも、どんどん開発していきたいというふうに考えております。あ、そうですか。また緑内障といった治療薬も持っているということでございま す, いいです、ね。はい、それとお話伺ってちょっと気がついたんですけども、経口剤つまり飲み薬なんですよね。はい、あの注射薬ですとあのお医者さん行ってやらないといけないですけども、そうですね、経口剤ですとお薬いただいて患者さんも楽ですし、そうです、医者の負担も少ないですし、マーケットペネテレーションも早いわけですね。先ほどエンロールメントが倍のスピードで進んでるっていうことを話しましたけれども、まさに市場に出ていくスピードもそれぐらい早いというふうに考えられているわけです。注射剤だとやはり患者さんが二の足を踏む場合がありますけれども、飲み薬であれば、はい、ぜひということにおっしゃっていただけるんだというふうに期待しております。そうですか。はい、わかりました。それで
足元の状況をもうちょっと伺っておかないといけないですね。そうですね、はい、じゃあ次のスライドお願いいたします。はい、このようにですね、まあ、あの売上は順調に開発がどんどん進捗するに従って上がってきておりまして、利益の方もですね、我々このマイルストーンペイメントという、まあ、節目節目でボーナスペイメントがあるためにこのように、まあ、安定的に我々のパートナーの、まあ、大塚製薬様との、共同研究により非常にあの安定して推移しているということでございます。まあ、あの2014年は少しあのマイルストーンがない、安定的に開発していて、そういうあの節目がない年でありますから、そのマイルストーン分はあのないんですけれども、その中でも、まあ、あの今年よりもマイルストーン分を除けばですね、同等かあるいはそれ以上の利益が、期待されているということでございます。このところはかなりマイルストーンが上に乗っかっているということなんですね。そうですね、だいたいあの年によって何かのマイルストーンがあるんですけど、たまたまない年もございます。そうか、というそれが14年に当たっているそういうことでございます。わ、ね、はい、かりました。はい、そんな状況、まあ、加齢黄斑変性っていうのはやっぱり注目されてますし、はい、あのマーケなんて言うんでしょうかね、患者さんもこれから日本でも多くなるんですよね。そうですね、高齢化社会に伴いまして患者数はどん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 残念ながら増えているという状況でありますので、まあ、一日も早い新薬が待たれている状況でございます。ということでしょうね。はい、わかりました。はい、最後にですね、はい、あの今見ていただいてます、はい、視聴者の方、はい、投資家株主の皆さんです、はい、メッセージを一つお願いいたします。はい、我々アキステラはですね、設立当初より、世界中にいらっしゃる失明に瀕した治療薬の全く存在しない、病気の方々にですね、革新的な新薬を提供するということで邁進してまいりました。今後は、上場させていただいたことによりですね、より多くの資金を投資家の皆様からお預かりいたしまして、さらにその目的を一日も速やかに達成するために全力で努力してまいりたいと思いますので、投資家の皆様の応援ご支援をいただければ幸いであると感じております。よろしくお願いいたします。はい、この時間は本日東証マザーズ市場に上場しました証券コード4589アキステラインクの会長社長兼 CEO 久保田亮さんにおいでいただきました。久保田さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。